はい、本日はですね、買い替える前にちょっと待ったボロボロの服が新品で返ってくるという紙サービスについてお話していきたいなというふうに思います。で、このお話はですね、僕以前動画でちらっと言ったんですけど、パタゴニアっていうブランドでは、服がボロボロになったりとかしたら取り替えてくれるサービスがあって、ボロボロの服が新品なんて返ってくるんですよみたいな話をした時に、コメント欄で、あ、そんなサービス知らなかったですっていうコメントをいただいたりしてたんで、それやったら、そんなサービスもあるんですよぐらいのお話をしてみようかなと思って今回動画を撮っています。なので、服がボロボロになったり、もう使われへんなとかって思って、捨てようと思ってるものがあるんであれば、一度問い合わせてもらったりとかして、交換ができないのかとか修理ができないのかっていうのを見てもらう、一つの参考にしてもらえればいいかなというふうに思いますので、早速お話をしていきたいなというふうに思います。基本的にですね、メンズファッションにおいて洋服って買ってきててボロボロになったら捨てるとかっていうのが一般的な例かなと思うんですが、それでもアウトドアブランドって、例えばパタゴニア、ノースフェイス、モンベルとかっていうのはですね、服がボロボロになったり穴が開いたり壊れたりしたら修理っていう対応がしてくれて、でその修理をすることで長く着ていけるっていうことになってて、今ファストファッションやったら結構安い値段で服って買えると思うんですけど、アウトドアの製品って結構高いんですけど、高いからこそ、修理しながら長く着ていくっていう感じになってて、今回はそのパタゴニアのお話になってるんですけども、パタゴニアにはその先ほど言った修理っていうサービスはあるのはあるんですけど、それ以上のサービスがあってですね、それっていうのが、ボロボロになった服とかっていうのを新品に交換してくれたりとか、あと何やったらお金を返金してくれたりとかっていうサービスがあってですね、なんでそんなことをパタゴニアがしてるんか、他のブランドはしてないのにパタゴニアはしてるんかっていうところになると思うんですけど、パタゴニア自身がですね、品質保証っていうところに力を結構入れてるみたいで、それこそ僕もちょっとこの本を読んだんですけども、これはパタゴニアの社長さんが書いた本になってるんですけど、ここにも書いてあったんですが、30年ぐらい前のアイテムを修理したりとか、あともう廃盤になってるアイテムがあったりするんですけど、それを修理してほしいっていうお客さんがいてたら、もう糸とかも製造してないんですけど、その糸を探しに行って修理したりしたっていう過去があったりするぐらい、とにかく品質を大事にしてるっていうことになってて、それ以外にも環境とかも大事にしてるっていう話はあるんですけども、一度買ったら終わりじゃなくて、そのアイテムを極力長く着ていったり、そのアイテムを大事にしていくっていう考え方になってるので、こういう品質保証っていうのがあるんですけども、それこそよその服とかよそのブランドであったら、むしろ逆に劣化しやすいように作って買い替えさせるっていう服屋もあったりすると思うんですけど、全くそれとは別で、逆にお客さんのことを思って、無償で交換したり、お金返したりしてるっていうことになってるんですが、それが具体的にどういう手順でやっていくんかっていうところになると思うんですけど、今回お話しする内容っていうのがですね、絶対毎回同じように受け付けてくれるっていうわけじゃなくて、あくまでその商品の状態とかを見た上で向こうが判断するってことになってるので、一概には言えないんですけども、対応としてはですね、カスタマーサービスっていうところにまず連絡して、ちょっと服がこれボロボロなってるんですみたいな話とか、こういうところがちょっとどうあれなんですっていうのを一回問い合わせたら、そしたら返信来て、でそれで製品番号を教えてくださいって言われるので、ここで製品番号がいくらですみたいな感じで伝えると、そしたら製品番号を伝えると、パタゴニアの製品番号って後ろに製造年が書かれているので、あ、じゃあこれはいついつ年のアイテムですね、5年前のアイテムですねとか、あ、いついつなので3年前ですねとかっていうのが分かったりするんですけど、それで状況を伝えて、実際問題これをカスタマーに送っていく、その壊れてる服をカスタマーに送って見てもらうっていうことになって、パタゴニアの修理だけする専門の社員さんたちがいてるんですけど、その社員さんたちが一つ一つアイテムに、これやったらどれが一番修理が合うかなっていうのを見ていって、で、あ、これは自然現象で壊れたからもう修理できひんってなった場合は新品と交換っていう対応になってくれるらしくて、一応この新品っていうのが大体同じスペック、同等のスペック、例えば防水のジャケットやったら防水のジャケットとか、ボロボロになったアイテムと同じような性能のやつを今売ってるやつで交換してくれるっていうことになってて、その同じものが今ない場合っていうのは返金もしてくれるってことになってるんですけど、この返金に関してはですね、買った時が例えば2万円で買いましたってなって2万円返してくれるっていうわけじゃなくて、例えば5年前のジャケットを 2万円で買ったけど、今の価格で言うと多分6000円ぐらいなってなったら、それが向こう判断して6000円送ってくれたりするっていうことになってるので、こんなサービスってなかなかないなと思いますし、僕も知ってるのって言ったら、一応このパタゴニアと、あと日本のブランドなんですけど、ナンガっていうブランドに関しては永久保証がついてるので、寝袋になってるんですけど、寝袋は1回買ってしまったら
もうどんだけ修理しようが何しようが無料で保証してくれる。でそれも死ぬまでやってくれるっていうのがあったりするので、まあ、ここまで品質を確保されているというか保証されているブランドってなかなかなかったりすると思うので、まあ、今回それがまあパタゴニアのお話っていうことにはなってるんですけども、まあ、やっぱり多いのっていうのがジャケットが結構多いみたいで、その H2 のっていうパタゴニアが独自に作ってるジャケットがあるんですけど、まあ、そのジャケットはですね裏がポロポロ剥がれてきたりするんですけど、まあ、これがですね一応剥がれないようにするには、まあ、綺麗に手入れしたりとかそのケアが大事っていうふうには言われてるんですけど、まあ、どうしてもケアしてても空気中にも触れるだけで劣化するので、まあ、もうそれは仕方ない部分であるんですけども、まあ、そういうジャケットは例えば6年前のジャケットとかでも新品に交換してくれたりとかするっていうことを考えると、まあ、例えば2万円で買って6年間着てさらにまた新品に変えてもらって何年か着れたら10年ぐらいを2年間で着れるってことになると思いますし、まあ、そこまで品質を保証してるブランドって他にないのであんまり、まあ、すごいなというふうに思ってですね、まあ、さらに購入店は別にどこでもいいってことになってるので、まあ、例えばパタゴニアの商品やけども、まあ、セレクトショップで買ったとかスポーツ店で買ったとか関係なくパタゴニアの商品正規品であればしっかり修理とか新品交換とか返金対応っていうのを受け付けてくれるっていうのが一応パタゴニアの会社の風潮というか会社の理念みたいなので、別に直営店で買わんでもオンラインで買おうが何で買おうが本物やったらちゃんとやってくれるっていうのがこれもすごいなというふうに思いまして、ただですねさっきも言ったみたいに全部が全部そういう新品対応返金っていうのをしてくれるわけじゃなくて、あくまでもカスタマーサービスと連絡を取り合って商品を実際送って見てもらった上で、あこれは仕方ないですねってなればそういう対応してくれるんですけど、まあ、わざと引っ張ったりとかわざと破いたりとかわざと壊したりとかしたら多分そういう対応はしてくれないと思うんですけど、普通に使ってて自然の使う中で劣化していくってなった時にはそういう対応がしてくれる場合もあるっていうことなんで、まあ、もし仮にパタゴニアの商品で捨てようかなとかって思ってるものがあればカスタマーサービスに一回ちょっと連絡取ってもらったりして、まあ、もしかしたら何らか の修理であったり交換っていう何らかの対応してもらえるかもしれないっていうことなんで、まあ、捨てるものがあるんやったらちょっと一旦問い合わせてみたらいかがですかという内容の動画となっております。まあ、こういうパタゴニアとかはそうやと思うんですけど、アウトドア製品を持ってはる方って基本的に結構長く着たいって思ってはる方とか大事に持ってはる方が多いと思うので、まあ、僕自身も結構アウトドア製品は修理して今でも使ったりしてるものとかも全然ありますし、まあ、とにかく品質の保証っていうのがされてると思うので、まあ、こういうところもまあアウトドアブランドのいいところかなというふうに思いますので、まあ、ぜひお困りの方は使ってみてはいいんじゃないかなというサービスとなっておりますと。でですね、まあ、途中でお話したこの本なんですけど、これはですね、まあ、有名で社員をサーフィンに行かせようっていうのは結構聞いてたりしてたんですけど、なんかサーフィンするだけ の本やろうとかって思ってたら結構全然中身ほとんどサーフィンの話なかったんで、まあ、全くイメージでは違うんですけど、まあ、パタゴニアが好きな方がいらっしゃればこんなも面白いかなというふうに思いますので、まあ、今回はパタゴニアの、まあ、品質保証神サービスについてお話してみたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。